必死アマゾンだ。よろしく頼むよ。決定すると、はい、メジロライアンです。レオハイ。ええ、私のキングヘイローよ。5レースを走ります。対戦する相手は毎回変わります。実力を見せてあげる。9番石アマゾン、6番人気です。これ以上ない仕上がりですね。後方からの豪快な追い込みを見せてほしいですね。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝1200レオハイ、9人の馬娘たちが挑みます。さあ1番人気の紹介です。トリプルティアラの馬娘、6番西のフラワー、実力は負けていません。2番人気、ここまで無敗トリプルティアラの馬娘、1番大気シャトル、注目のトリプルティアラの馬娘ヒシアマゾン、8枠9番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。8番ゴグリキャップと7番西のフラワー、この2人が競り合っているぞ。最後方からのレースとなったヒシアマゾン、大丈夫か。ちょっと苦しいけど大丈夫、ここからが彼女の実力の見せ所です。先頭を行ったのは8番ゴグリキャップ、2番手の位置で先頭を伺うのは7番西のフラワー。早くも激しい競り合い、3番手には1番大気シャトル、あとから5番オグリキャップ、3番大気シャトル、5番手第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。飛び込んできた5番オグリキャップ、2番手争いは5番。諦めないわ、絶対に。5番オグリキャップ並んできた、5番オグリキャップ、いくよ対番だ。5番オグリキャップとキングヘイロー、2人並んでゴールイン。勝ったのは5番オグリキャップ、ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着キングヘイロー、3着に入ったのは8番オグリキャップ。この順位で満足できないのが私なの。
気合は十分だ。行くよ。5番人気は7番石山ゾン。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。晴れ渡る空の下行われる中山レース場。さあ、ゲートが開いた。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ゴブリキャップと西のフラワー、この二人が競り合っているぞ。最後方からのレースとなった。菱山ゾン、大丈夫か？ちょっと苦しいけど大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。先頭をかけます、ゴブリキャップ。2番手の位置で先頭を伺うのは西のフラワー。西のフラワー上がっていきます。まだ転倒し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。菱山さん、前を狙っているぞ。うわぁ、ヘッドマッサル。最終コーナー、先頭を切ったのはオブリキャップ。さあ、ここから先頭を伺うのは西のフラワー。ここで先行に立ったティーシのフラワー。諦めないわ、絶対に。200を通過、先行はティーシのフラワー。変わらない。行くよ、タイマンだ。ティーシのフラワー、ここまで来た。キングヘイロー並んできた。キングヘイロー差し切ったゴール。勝ったのはキングヘイロー。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着にはオグリキャップ、3着に入ったのは西のフラワー。さすがキングでしょ。勝ちに行きましょう。4番人気、5番菱山ゾン。まずまずの仕上がりですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。次へとつなぐ大事な一戦。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。苦しい戦いを強いられているキングヘイロ、ここからどう出る。先頭を行ったのは3番オグリキャップ。
2番手の位置で先頭を伺うのは8番オグリキャップ。1馬身離れて待機車間、少し後ろからカレンちゃん、キングヘイヨー、この位置につけています。2馬身3馬身開いてメジロライオン、外を通りまして石アマゾン、5馬身差チンボリルドルフ、そしてグラスワンダー。8番オグリキャップ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。行くよ、大番だ。諦めないわ、絶対に。2着を通過、3番オグリキャップ並んできた。3番オグリキャップ抜け出した。ティッシュアマゾン追い上げる。この同時にゴールイン。3番オグリキャップ、わずかに体勢有利か。勝ったのは3番オグリキャップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着メジロライアン、3着はヒシアマゾン。惜しい、あと少しでした。実力を見せてあげる。3番人気、3番石アマゾン。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。晴れ渡る空の下行われる中山レース場スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜爆心の4番待機車間オグリキャップ。最後方からのレースとなったヒシアマゾン、大丈夫か。ちょっと苦しいけど大丈夫、ここからが彼女の実力の見せ所です。さあ花に立ったのは桜爆心号、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはカレンちゃん。4番待機シャトル並びかけてきた。少し後ろから6番待機シャトル、その内並んでオグリキャップ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を止めている展開、これは直線勝負になるか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは桜爆心号、並んでくる2番キングヘイロー。ここで先頭に立った4番待機シャトル。諦めないわ、絶対に。残り200オグリキャップ、先頭に変わった2番キングヘイロー。差し切ったオグリキャップ、行くよ、大番だ。この同時にゴールイン。2番キングヘイロー、わずかに体勢有利か。勝ったのは2番キングヘイロー。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着オグリキャップ、3着メジロライアン。さすがキングでしょ。
注目の3番人気、1番石アマゾン。3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。晴れ渡る空の、さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー、4番桜爆心号、サイレンス鈴鹿、最後方からのレースとなった騎士アマゾン。大丈夫か？ちょっと苦しいけど大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。先頭は4番桜爆心号、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿、そしてその後方にはマルゼンスキー、その後ろから5番桜爆心号。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ一馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。うわレッツマッスル。並び立ってきたのは5番桜爆心号、200を通過。5番桜爆心号、行くよ大満だ。5番桜爆心号、リードは2馬身。5番桜爆心号、今1着でゴールイン。勝ったのは5番桜爆心号。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着にはメジロライアン、3着待機シャトル。惜しい。